え皆さんこんにちはレックスリンク講師の根本ですここではレックの直前講座どんなものがあるかのラインナップのご紹介をしていこうと思います大雑把に言うと8個8個の種類があります延長期間延びていくことによって受講生一人一人思っている不安が違います要望しているところも違うでしょうレックではいろんな方のご要望に対応できるように8個のメニューを用意しています1つ目 出題要素の講座。今年どこが出るのと、出やすいところをしっかりやりたいよと。2、過去問講座。やっぱり最後は過去問を潰さないといけない。でも自分じゃうまくいかないよ。と。3、延長期間になれば、やっぱ起立の問題って減っていきます。新作は減ってしまう。その新作を増やす講座。4、そもそも起立の自力。 実力を伸ばしていこう。これが4つ目のやつです。5。もう短い期間で、とにかく出るところをしっかりやって、まず点をちょっと伸ばしていこうと。短期間で点を伸ばしていくと。これが5。6。自分だけの勉強、どうも単調になってしまう。うまくいかないという方のための講座が6です。7。 今回、民法改正、やってきます。その改正の部分、しっかりやりたい。ポイントだけ抑えたい。演習をしたい。これが7番です。8、いわゆるテクニック系の講座です。この8個、それぞれをご紹介していこうと思います。まずは、出題要素の講座です。全部でラインナップが3つあります。 大きく分けて、上2つが択一、下が期述です。そして、上2つ、これに関しては、択一、主要科目、マイナー科目、すべて行うのと、マイナー科目だけ行うので分かれてきます。また、この上の2つに関しては、予想する講師が違います。講師が違うので、いわゆる予想の仕方が違ってきます。 例えば私なんかは、えー、こちら、出題の周期、周期をメインに見ていきます。また、運の講師については、実務的な動向や、長、え、年、ー、の講師の経験、そういうものを踏まえて予想していきます。はいでは次行きましょう。次は、過去問対策です。過去問対策については、大きく分けて、上2つと下で異なってきます。 下のものは35回ある、しっかりした回数で、でもうほとんどしっかりやっていこうというのが一番下です。一方、上2つというのは、過去問数を絞っていく、絞って繰り返していこうというものになります。で、それが5年だけに絞るのか、それでも,もうちょっと広くなるのかというもので違ってきます。この2つの違いに関しては、運の講師の方が動画を撮影しておりますので、そちらの方を参照してください。 均一の問題数を増やすす講座、2つございます大きく分けて難易度,です難易度としてはうん普通というかむしろ優しめ優しめだけどありとあらゆる論点多くの論点をちゃんと入れているもの一方上結構難しい難しいけど出されたらあーっとなってしまうようなものこういう違いになります。 また、言葉を選ばず言えば、予備校的な論点が下。実務家が作ったもので実務的な論点が上。そういう違いもあります。では次。そもそも均一の自力をつけるという講座です。大きく分けて、まずは下2つ。下2つは解き方です。どういう解き方があるのかと。 そしてその中で答案構成用紙をほぼ使わないようなもの使わない場合はどういう解き方があるのかと解き方の紹介をする講座その中の一つについてやっている講座と思ってくださいまた上から2つ目これはそもそもひなだけに絞った講座になっています一日30分そして30日で完成するという形になっています そして今回新しいラインナップに入ったのが一番上の佐々木先生の講座です。えこちらについては解き方もそうですし解き方ができるけど点数をポロポロ落としてしまうと。でなんで点数を落としてしまうのかと。そういったところの対策もしていきます。解き方と失点を防ぐ方法この2つをマスターしていくのが佐々木先生の講座です。 では次はそもそもの学習のペースメーカーにする講座です上は1日30分そして携帯使用手数を使って品質論点これをしっかり押さえていく定期的に30分ずつ聞いてえこちら自分の実力を落とさないようにするのが上の講座です一方下は記述ですオーソドックスな問題を使いながら記述の力を落とさないそれを目指しているのが下の講座になります では次は短期集中で点を伸ばすという分類です。これは上と下がありまして、この上の部分。上の部分は私が担当いたします。これはえ、毎年ほぼ出るんだけど、自分ではなかなかできないといったところに絞って、8回使って24点上げていこう。これを狙っているのが上の講座です。はい。一方、下は、とにかく超重要論点。 そここにに絞ってやっててやいくとこれが下の講座になりま,すまたテキストについてもこちら問題を含めたテキストになっているのと普通のテキストただ見やすい形で絵などもいっぱい入っている中上級で絶賛されているテキストを使うのが下こういう違いもあります次は民法改正です 全部でラインナップは4つあります。はい、で4つありまして、どんな違いかと,と言いますと、まず上2つと下2つと思ってください。で上2つは民法改正にちょっと時間を多く取ろうというのが上2つ。一方、下2つはあらかたなんとかできている。だからピンポイントに論点の確認だけをちゃんとやりたいと。 いう方が下2つと思ってください講義回数は結構違ってきますで上2つの違いというのは条文ベースで学ぶ問題ベースで学ぶこういう違いです一方下2つこの違いというのはこれは問題丸抜問題形式で学ぶのか問答形式で学ぶのかこれはどういうものですかお答えくださいと いった形で学んでいくのかの違いまた下は特に苦手にする再建法の改正の部分だけに特化しているという点も違いがあります最後は受験テククニック系の講座です上の方は私は担当するものでレックの当連でいわゆる正答率が50%。 もしくは2択になってしまう。そういった問題だけを集めて、2択を解くセンスを研ぎ澄ましていく。というのが私の講座です。一方、下のものについては、もう最後の最後は単純暗記が必要になってしまう。その単純暗記、どうすれば効率的にできるか。もう力わずなり、語呂合わせなりを使っていく講座。それが下の森山先生の講座になります。 以上がレックが行う直前期のラインナップになっております。このように8個のテーマがあります。もし不安になるものがあれば、ぜひそちらの方、サイトなどで確認してみてください。私の動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。